サティは、インド神話に登場する女性。プラジャーパティの一人、濁者ンの娘で、ブラフマー神の孫、芝神の最初の日、サティは常々芝神を慕っていた。しかし父ダクシャは、芝を嫌っていたため、サティの向こう選びの場に、芝を招待しなかった。悲しんだ彼女は芝の実を心に念じて、花婿の首にかける花輪を宙に投げた。するとそこに、 シバが突然現れてその首に鼻輪がかかったので、サティはシバと結婚することができた。しかしダクシャはシバを認めたわけではなかった。ある時ダクシャは娘の元を訪れたが、結局、シバのもてなしに満足することなく帰った。その後、ダクシャは神々を招いて盛大な釘祭を催したが、彼は再びシバを招待しなかった。サティは、 夫の名誉のために抗議したが、逆に馬鹿にされるありさまであり、怒ったサティは昇進自殺をしてしまった。これを聞いたシバは激怒し、学者の釘際を徹底的に破壊した。そして妻を失った悲しみのあまり、狂気に取り憑かれ、サティの遺体を抱いて、各地を放浪しては都市を破壊した。見かねたビシュヌ人が円盤を投げて、サティの遺体を細かく切り刻むと、 シバは、正気を取り戻した。サティの遺体の破片が落ちた場所は皆聖地となり、遺体の破片一つ一つがその土地の女神として再生した。そのためシバには何百もの日がいるとされる。またサティは、ヒマラヤの神ヒマバットの娘パールバティとして生まれ変わり、愛する妻を失って、女性を受け入れまいとするバのカタクな心を解いて、新たな日となった。なお、 家父が亡き夫の仮葬の炎で巡視するさ、t という習俗があり、一時はこれが奨励された時代もあったが、現在では禁止されている。ありがとうございます。